はい、今日はね、時計マッチっていうね、今ヤフーニュースに上がってて、ドローンして指名手配された話を皆さんにね、ご説明したいと思います。まあ、時計好きからすると、もうほんまに腫れ立ってしょうがないんですけれども、どういうメカニズムかというと、会社があって、時計マッチという会社があって、いろんな人から時計を預かって、それを貸し出すサービスなんですよね。だから100本ぐらいロレックス集めました。1日レンタルしたらいくらで返してください。まあ、レンタカーの時計版やと思ってください。で、その時計というのは自分で所有しているものではなくて、人から借りているものなんですよ。それを多分何百本と借りて貸し出すこともなく、それを全部売却してドローンするっていうね、もうとんでもない輩がいるんですけれども、まあ、よく考えれば賢いような気もするけどね、もう最初から詐欺目的で時計を集めて貸し出す実績なんか後半の2ヶ月ほぼなかったみたいで、もうそれを全部ひたすら転売して、でそいつはドバイかどうかに出国したという話を僕は聞いてます。なんでもう何も信用できないと。今それこそいろいろシェアリングが流行っててね、預けても結局売られてドローンされるんかいというふうになると、もうどこも安心できないな、正直なところかなと思います。なんで一刻も早くね、捕まることを僕は期待してるんですが、どこまで逃げ込んでるか。西山ファームもそうだけども、結局海外からでも今結構日本に協力して送ってくれたりしてるので、そこのね、捜査の行方をねちょっと見守りたいなと思います。僕もね、時計が好きで買えないけど、やっぱり大事なデートだからカッコつけていきたいとか、ロレックスつけていきたいという気持ちはめちゃくちゃわかるんですよ。けど皆さん、借りた時計をあたかも自分が持ってるかのようにどやるのは僕はめちゃくちゃダサいと思ってて、フォロワーいないのに買うのもそうだけど、そんなもんお金ないのに偽札を財布の中にぶっ込むのと一緒で、自分の背丈に合わないのであれば合うように努力することが大事だと思います。もしくは頑張って背伸びして買って、それに見合うだけの人になる方が絶対いいと思うんで、その偽のそういった見栄っ張りっていうのは一番僕は人を成長妨げるものなんじゃないかなと。一歩ずつ着実に、自分に見合うもの、自分の欲しいものね、手に入れて見合うような男になるっていうのも大事なんじゃないかなと思う。そこのね、みんなの夢を見事に打ち砕いた最悪な詐欺事件なんですけれども、4000万ぐらいの時計を預けたという人がいたみたいですね。全部売られると、結局保証書とかはないから値段は下がるけれども、けどまあロレックスなんか数いっぱいあるし、転売しても全然足がつかないからやりやすいんですよ。僕の持ってるリシャール売られたら無理し、シリアルナンバー全部ついてるからもうすぐバレちゃうと思うけど、よく言えば賢い、そのモデルがあったかっていう賢いけども、一般的に考えるとそんだけいい知恵があるんだったらちゃんとビジネスにやっても成功できそうかなと思うので、早くこの事件がね解決されることを心より、祈っております。僕もですね、湘南に入って3ヶ月目にねウブロを買ったんですよ。覚えてます？250万のビッグバンメカ10オールブラックっていうね、世界限定500本のやつをめちゃくちゃかっこいいと思って憧れたウブロを手に入れて、毎月数万円、7万かどこ、何十何万かのローンを3年ローンの組んで買ったんですよ。その2ヶ月後にクルージングパーティーでね、酒を酔わされ女の子にパクられるという事件を私も経験してますけども、で時計がなくなる気持ちはよくわかります。まあ、僕のはねちょっと何度か取り戻したんですが、この売られた人たちは多分戻っても来ないし、どこにあるかも絶対わかんないので、心中を察ししますが、そういういいビジネスねはないと。皆さん詐欺にはくれぐれも、これ美容もそうなんだけれども、安くていいものとか、えらいおもろい話だ、いい話だなと、ダウンタイムも少なくてどうこうという、そんないい話はないというふうにぜひ思っていただければと思います。はい、最後何が言いたいかというと、皆さんぜひね、虚勢ではなくてしっかり努力して自分に見合うものをぜひ手につけてほしいね。別に今だったらもうアップルウォッチで十分いいと思うし、アップルウォッチクラスの男だったらアップルウォッチでいいと思うし、リシャール買えるんだったらぜひリシャール買ってもらったらいいと思う。そういう自分に釣り合わないものをね、無理やりつける、手に入れる男として僕はダサいんじゃないかなというふうに思います。はい、エンペラーがついに秘書を募集するぜ。エンペラーですね、秘書のオーディションを始めたいというふうに思っています。まあ
会見などのですね、まあ、令和のドラマ始まるのもそうですけど、僕もね、さまざまなこう授業だったり、雰囲気で飲みながら、地域授業だったりとか、やりたいことがいっぱいあって、ちょっと僕一人じゃ忙しくなってきてるので、なので、僕のスケジュール管理だったりとか、僕の運転だったり、僕の日頃の動画を、担当してくれる一緒の方を募集したいなと思います。条件としては、やる気があって、素直で、一緒にですね、僕と、こう、見えたんだよ。日本の企業医療を盛り上げてくれる、やる気のある若手が欲しいと思っているので、皆さんにとって、自立貢献になることは、期待して、全力で皆さんにお願いしたいと思います。やる気のある方は、ご応募を心にお待ちいたしております。この募集ですね、今日2月24日、この動画が出るタイミングでも始まります。締め切りが3月の17日を考えておりますので、お早めに。エンペアと一緒に仕事をして人生を変えていきましょう。